お腹が気になる方は一緒に5回やっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの5回でしっかり効く膝つきプランク応用編を紹介しようと思います。最大のメリットとしては負荷が上がりますので、腹筋全体にしっかり効きます。少ない回数で効くのでおすすめです。ポイントとしては、下半身に重心が乗るほど腹筋に効きます。肘の位置をしっかり前に出すとか、そういったことによってお腹に行く負荷が上がります。まずメリットとしては、腹筋全体に効きます。外腹斜筋にも効かすことができます。脊柱起立筋にも効きますので、体幹がしっかり安定してきます。で、骨盤を後傾させやすいので、普通のプランクで腹筋に効かない人でもしっかり効かすことができます。デメリットとしては、負荷が高いですから、そもそも足が上がらない、体が持ち上がらないといったことが起きます。骨盤が前傾している状態だと、腹筋よりも脊柱起立筋メインに効いてしまいますから、しっかり骨盤を後傾させることによって腹筋にしっかり効かすことができます。ではやり方を説明します。はい、まず通常の膝つきプランクはですね、しっかり手を伸ばして肘を近づけないように、肘を前に出して膝とつま先で体を浮かせます。この時に腰が反れないように、お尻を締めて体を持ち上げます。要は肘が近ければ近いほど肩に力がかかりますから、お腹に効きにくくなります。で、手を前に出すほど上半身を支えにくくなるので、その分腹筋に負荷がいきます。で、今回はこの状態で足を動かします。下半身に重心が乗るほど腹筋に効くということなので、足を片足にすることでしっかり腹筋に効きます。そして足を動かしますから、外腹斜筋にもしっかり効きます。ですので腹筋全体にしっかり効きます。もし体がですね、肘を前に出しすぎると浮かないよっていう、上がらないよっていう方は、少しだけなら肘を近づけてください。あんまりやったらダメです。しっかり伸ばしたとこと近づけたとこの半分ぐらい、せめてそれぐらいは肘を前に出してください。では一緒に左右5回ずつ行っていきましょう。いきます。1 2 3 4 5。ギャー、お疲れ様でした。どうでしたか？聞きましたか？この普通のプランクでしたら腹直筋、腹横筋に効きますので、お腹にうーきたーっていう感じがあると思うんですけども、これは動いてますから、腹直筋だけではなくね、外腹斜筋にも負荷がいくので、すごいうーきたーっていう感じは止まっとく分の方が効くと思います。ですが腹筋全体を今回は効かすっていうエクササイズなので、まあ、外腹斜筋にも効くようにできております。はい、ではおさらいなんですけども、今回は最大のメリット、腹直筋だけではなく外腹斜筋にもしっかり効きます。肘をしっかり前に出して、体重が足に乗ってますので負荷が上がって腹筋全体に効くというふうになります。で、骨盤が前傾しているとですね、腹筋が伸びてますから、お腹に力が入りにくくなってしまいます。で、しっかり骨盤後傾できている場合は、お腹が締まって体重支えるわけですから、締めたお腹が少し伸ばされつつ腹筋に負荷が上がって効くという感じになります。頑張った方、勉強だった方、できた方、よかったらコメントください。できなかった方もですね、ぜひコメントで、力が入らなかったよとか、腹筋に効いてない感じがしますとか、体が持ち上がりませんとか、そういったコメントぜひぜひもらえたらアドバイスをお返ししますので、何かしらのアクションよろしくお願いします。 SNS されてる方は、よかったら聞いたよって方はシェアしてもらえると、たくさんの方に見られて、たくさんの方がやってもらえるので、ぜひご協力ください。今回もご視聴ありがとうございました。